I'm John Lacey. For 40 years, I worked as 彼の名前はジョン・レイシーと言います。彼は農学博士として40年間ニューサウスウェールズ州農務省に勤務し、そのうち10年間はニューサウスウェールズ州リートンにあるヤンコ農業研究所で研究に取り組みました。この仕事についてから40年間彼はオーストラリアの米の開発研究に精力を注ぎました。1984年までオーストラリアの米の収穫量の平均値は1ヘクタールあたり 7.5 トンでした。ジョンを筆頭とする研究グループはこの数値を伸ばせることを信じて日々の研究を進めました。1986年に私たちはライスチェックというプログラムを始めました。ライスチェックの成功には米の成長を観察するインスペクターと米を育てる農家、その他関係者の協力が必要不可欠です。この9ヶ条に及ぶプログラムはオーストラリアの米の収穫率を 30% 以上も引き上げただけでなく、この大量収穫に使用される水の量を劇的に減らすことにも成功しました。ヤンコ農業研究所、つまりオーストラリアの米開発研究所では半日、1日、または3日間のライスチェックコースの体験や視察を行っています。このツアーではジョン本人または技術アシスタントによる講義を行います。またこのコースには日本語と北京語の通訳をつけることもできます。ヤンコ農業研究所はライスチェックプログラムの研修生を世界各国から受け付けております。研究所内には宿泊先もご用意してあります。ご興味のある方はこちらの E メールアドレスまでご連絡ください。